皆さんこんにちは、ココチャンネルのココです。今日はユニクロ豆クロゴーチ最新作を購入してきたので、そちらを紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、今日はですね、買ってきたばかりのユニクロ豆クロゴーチ最新作を紹介していきたいと思います。あのね、実は今回の豆クロは私スルーしようと思ってたんですよ。っていうのもですね、豆クロのお洋服ってあの骨格ウェーブさん向きなんですね。私骨格ストレートなので、もう肩幅無理、二の腕無理、お腹周り無理みたいな感じで、ちょっと豆クロのものって全部細すぎるんですよ。で、あと私イエベなんですね。で、ウェーブさん向きな色が割と多くって、今回もうバチバチにあのブルベさん向きの色が出ちゃったんですよ。ブルベ冬かな、濃い青のシリーズが出ちゃったんですね。ああ無理と思ったんですけど、実際見てきたら、まあ、ちょっとネイビーに近い色だったので、まあ、ギリいけるかなみたいな感じでチョイスしてきました。でね、今日はちょっと撮ってすぐに動画アップしたかったので、ちょっと編集が軽めのものになりますが、あらかじめご了承ください。骨格ストレートイエベ春の私が頑張って選んだ厳選したユニクロ豆商品なので、ぜひね参考にしてみてもらえたらと思います。私無理だったっていうのもありました。その中でね、厳選したのがまずね、スカートですね。スカートだったら下に着ても大丈夫じゃないということでね、スカートですね。これはもう定番商品で 3D リブロングスカート、私は ML サイズでございます。で、こちらはですね、4990円の商品ですね。これ黒も持ってます。あとカーキも持ってるかな。でもなんかその時よりもね、編み目の感じが全然違います。この辺の編み方がね、全然ほらちょっと透け感があるでしょ。こんなのないんですよね、今までのやつは。今までの比べるとちょっとこじゃれた感じに仕上がっております。で、まあシルエットはまあ知ってるのあれなんですけど、私多分お尻結構これプリントしちゃいますね。なので上はちょっと長めのトップスとかを合わせないと厳しいかなと思います。はい、後ほど着てるところをお見せしますね。2点目です。こちらシアーのトップスですね。もうこれね、似合わない色なんですよ本当は。でも、ま、透け感のあるものなのでまだマシかなと思ってていうか、もうこの新色の方が綺麗すぎて置いてこれなかったっていうのが正直な感想なんですけど、シアークルーネック T シャツブルー L サイズ1990円でございます。で、去年のやつよりもちょっとリニューアルされて、身幅とかが大きくなったらしいんですけど、去年のはね結構みんな2サイズアップとかで買ってたかな。一応今回は私は1サイズアップで購入しています。試着してみたけど1サイズで大丈夫そうでした。はい、こちらね、あんまり専門的なことは言えないんですけども、とにかくプチプラとは思えない質の高さなんじゃないかと思います。で、ちょっとねフレアスリーブというんですか、お袖が広がったデザインになってますので、とても綺麗に着られるんじゃないかと思います。で、このシアーの下に着るのに、ルックとかではね、堂々とこういう下着をね下に入れ込んでましたね。アラフォーができるんでしょうかね、果たして。エアリズムブランディブラキャミソールネイビー M サイズ2290円。2290円って初めて聞く値段ですね。まずね、このネイビーがすごくおしゃれ見えしたのでこちらにしてます。これはね M にしております。はい、シームレスブラキャミソールブラック L サイズ2290円ですね。これはパッド付きのキャミですね。これはもう持ってて損ないだろうっていう感じなんですけど、試着してみたらね、 M だったらね、なんか金太郎金太郎みたいになっちゃったんですよだからワンサイズ上げてみたんですけど、ワンサイズ上げてももしかしたらちょっと金太郎感出ちゃうかなと思うんですけど、まあ、これ1枚で着ることはありえないので、上にねシャツとか羽織るイメージで買っております。これね、細かいね縦線のリブが入っててすごく綺麗です。これは見せてもおしゃれに見えるインナーじゃないかなと思います。なんかね、白もいいなと思ったんですけど、結構透け感がありました。で、他にあとネイビーと、もう一色ぐらいかグレーがありましたので、もしかしたら後日追加するかもしれないです。それからこれですね、これはワイヤレスブラシームレス L サイズ2290円で、こちらの、ブルーと、ブラックですねを購入してます。色違いですね。やっぱり
トレンドのブルーをどうしても買いたくなってしまって、本当に綺麗な色なんですよね。ネイビーともまた違う色でございます。で、細かいこう縦線が入っておりますので、これも見えてもいいようなおしゃれ感があるんですけど、ラテちゃんがまた下着を狙っていまーすね。いいよね、いい色だねはい。で、これすごくお家とかで多分着るようなのかな、夜ナイトブラ的な感じで着ようかなと思ったんですけど、すごい嬉しいショーツが、お揃いのショーツがございます。で、これはなんとですね、アラフォーに嬉しい、シームレスショーツジャストウエストといって、かなりハイウエストなタイプの下着になっております。なので、ほら、お腹すっぽり、こちら、お腹すっぽり、嬉しい。もうね、マメクロはスケスケしたショーツとか、なんか何のこうなんていうの、締め付け感もないような下着しか売ってなかったんですよ、今まで。でもうそれだともう収まりきらないんですよ、いろいろお肉とかがね。で、これめっちゃ嬉しくないですか。ね、ぜひぜひ皆さんもこれでね、リラックスしましょう。これはね、かなり私の中で意外と推しなアイテムになっております。そうそう、これもこれはシアータンクトップという商品でございます。私は XL を選んでいます。1990円ですね。これ、4色ぐらい出ておりましたが、とりあえずね、黒を買ってみました。キャミソールの上に着てさらっと着てみようかなという、ちょっとチャレンジ商品ですね。よかったら他の色も買いたいなと思うんですけど、これがね、やっぱり、ウェーブさんじゃないとやっぱり、ね、きついんじゃないかなっていう気がします。多分私だとこの辺に肩がきちゃうので、体操選手みたいになっちゃうんじゃないかなっていうちょっと心配がありますけども、はい、こちらですね。骨格ストレートさんはちょっときついよっていうものを紹介させていただくと、まずこちらのトップスです。もうルックで見てめちゃ可愛いと思ったんですけど、なんかこうブラジャーをつけてるみたいなデザインなんですよ。なんかそれもちょっとストレートが着ると胸ボンみたいな、なんか強調されちゃったのと、二の腕がやっぱりパツってなっちゃって、 L を着てもなんかこうムチッとした感じになっちゃうんですよね。あれはやっぱ華奢な人が着るとすっごいおしゃれなんですよ。私が着たらちょっとね、痛かったですね。置いてきました。あともう一つワンピースがありまして、でそれもめっちゃ可愛かったんです。ここがこうウェーブになっているこういうのワンピースなんですけども、これもぶっちゃけいけなくはなかったんですね。 L サイズでもいけなくはなかったんですけども、丈もそんな長くないんですよね。ちょっとふくらはぎのちょっと一番太く見えそうなところのギリギリのラインまでの丈しかなかったのと、やっぱりちょっとここが中途半端に被ると逆に太く見えるんですよ。ここが隠すなら隠して出すなら出そうみたいな感じなのでちょっとね、逆に太って見えちゃったので置いてきました。ということでね、マメクロダメなものもありますので、皆さん気をつけてください。ということでね、試着しているところをお見せしたいと思います。はい、では早速着てみたところをお見せしちゃいます。結構勇気いるんですけどね、マメクロ着るの。こんな感じです。トップスが L サイズ、スカートは M サイズです。インナーも M サイズを着用しております。心配していたこれね、やっぱ下っ腹は気になります痩せろよって話なんですけど、でお尻のラインも気になります。やっぱりね、試着したんですけどね、なんかその時はいいかなと思ったんですけど、やっぱりちょっと気になっちゃう、どうしよう。だけど着ます。で、トップスはかなりいい感じです。 L サイズにしてね、正解でした。 XL だと多分お袖が長くなりすぎちゃうので、私の場合はね、162センチでございます。こんな感じです。で、なんかちょっとすいません、すいませんって感じなんですけど、インナー着るとこんな感じなんですけど、ちょうどね、ここのラインが入ってるので、こう見えそうで見えないみたいな見えそうで見えないみたいな感じが、そんなにいやらしさを感じさせないんじゃないでしょうかね。どうでしょうかね。ちょっと前の時もね、勇気がいるなと思ったんですけど、今回もね、一応ちょっとよりはこのぐらいで限界でございます。あ、ちなみにね、このトップスの白を着てみたんですよ。そしたらね、やっぱちょっとムチッと感が目立ちました。ムチ、透け感とムチムチ感が目立っちゃったので、濃い色の方がいいかもしれないですね。はい、こんな感じです。では次ね、お尻周りとか体のラインが気になる人は、こういう風にジレを上に着ていただくのもおすすめでございます。これユニクロの商品なんですけども、
多分黒とかねの方がもしかしたら馴染みがいいかもしれないんですけど、ごめんなさい、私この色しか持ってないので、こういう感じでね、ジレを着ていただくとバッチリじゃないかと思います。はい、お次はですね、シームレスブラキャミソールにシアーを重ねてみたんですけども、ちょっとこれはホネストさんダメでした。私がダメなだけかもしれないんですけど、やっぱりちょっと、スポーツ選手もしくは金太郎になってしまっております。まずシームレスなんちゃらは金太郎になります。ここの辺ですね。で、今これ XL 買ったんですけど、やっぱりすごい内側に入ってくるので、ここのお肉がまず溢れます。で、肩もほら、もうちょっと見せられない、見せたくないレベルでちょっとムチムチしてますので、ちょっとこれは上に何かを羽織る必要があります。私が激推ししてる UV カットのシャツを羽織らせていただきたいと思います。ちょっと本当はもうちょっとこれシャツじゃなくて、おしゃれなね、おしゃれなって言ったやつ、シアーシャツとかの方がいいかもしれないですけど、一応ほらどうですか、これぐらいでしたらいい気がします。これぐらいの肌見せでしたらちょっと良くないですか。で、これで二の腕を隠していただくと、この辺の透け感とかのバランスがすごいおしゃれに見えますので、やっぱりね、私はこういう風に羽織ってですね着たいと思います。こういう感じどう？これならさ、お尻もお腹も隠れるし、ちょっと大人な感じで着こなせるんじゃないかと思います。ちょっと大人をねまくったりとかして、はい、これだったらバッチリでございます。あと購入したのは、このこれと、ハイウエストのパンツなので、ちょっとこれはねお見せできませんので、ぜひね皆さんも店頭でチェックしていただけたらと思います。こちらの動画が参考になりましたら、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。はい、ラテちゃんいいお顔してください。ラテいいお顔、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。